けさ7時半ごろ喜多方市の中心部で熊が出没し50代の男性が襲われて手や足に軽いけがをしました。現場周辺では警察などが逃げた熊を捕獲するため警戒を続けています。熊が目撃されたのは閑静な住宅街でした。怪我をした男性は自宅を出た直後に熊に襲われたということです。警察によりますと今日午前6時半ごろ JR 喜多方駅近くの喜多方市町田で熊が歩いていると住民から通報がありました。警察官が警戒に当たっていましたが午前7時25分ごろ駅から150メートルほどの住宅で出勤しようと玄関を出た50代の男性が熊に襲われ手や足を引っかかれるなどして病院に搬送されました。怪我の程度は軽いということです。外を覗いたら警察の方がさすまた持ってなんか大きな声出したりしてたの で最初イノシシなのかななんて思ったりしてたんですけどまさか熊出るとは思ってなかったのでびっくりしましたね。7時半頃にここにパトカーが5台から来たのね。危ないからうちに入れなさい、 鍵を閉めてうちの中にいなさいって言われて、うん、もうびっくりしちゃって。まさかこの駅前喜多方の町の中心の駅前に熊が出るとは思いませんでした。ありえないし随分怖い話だなと思って。男性を襲った熊は体長およそ1メートルで逃げていくところを警察官が目撃していて警察は消防や市の職員と協力して熊の行方を追うとともに近隣の住民に注意を呼びかけています。現場は JR 喜多方駅に近い市中心部の住宅や商店が立ち並ぶ地域で一時駅周辺への立ち入りも制限され物々しい雰囲気になりました。駅周辺の住宅街に熊が出没したことについて県の担当者は市街地の中心部にですね、出没するというのは年に1回あるかないかという非常に珍しいケースだと思います。冬眠前ということでやはり大量の餌を求めていると思いますので、そういったところで、山の中で、得られていない部分を探し歩いているということは考えられるかと思います。福島県によりますと県内の熊の目撃情報は今年4月から先月までで合わせて440件ありこのうち喜多方市だけで72件が寄せられているということです。また熊が人を襲うケースも今回を除いて6件確認されています。遭遇した場合には大きな声を上げたりとかあとは何か熊を刺激するようなことをなるべくしないで熊の目を離さないようにしながらゆっくりと後ずさりをしながら熊から離れていっていただいてあと物陰の方に隠れるようにしていただければというふうに思います。